ダスマルスプロジェクトはベルナー・フォン・ブラウンによる SF 小説、有人火星探査を題材としている。使用されている技術は1940年代の技術の延長にある技術で半導体を利用した高度な自動化装置は想定されておらず現在の視点からはやや時代錯誤的な点が見受けられる。特筆すべきは火星への大気圏突入に、 宇宙王歓喜のような有力の宇宙船で滑空する点でパラシュートによる着陸が主流だった時代に斬新な着想だった。初版は1952年にドイツで出版され、1953年に英語版が出版された。フォンブラウンが執筆していた1940年代末は、まだスプートニクショックが起きる前で、フォンブラウン自身も暇を持て余しており、 一般大衆の宇宙開発への関心が高くなく、それゆえに宇宙開発の意義や重要性を啓蒙する目的があったとされる。7機の有人宇宙船と3機の補給船で構成される宇宙船団で構成され、火星軌道に入ると先遣隊が極地に着陸して、その後低位度まで移動して滑走路を建設する構想だった。作中で提示される宇宙船は、 有人式で当時は、まだ高度な自動化が開発段階だったため、手動で操作する仕様が想定されていた。そのため、探検隊の人数が多く、彼らを支援するための補給船も複数従える構造だった。以前に描かれた惑星冒険者は、コンスタンチン・ツオルコフスキーやヘルマン・オーベルトの作品を除き、大半は作家による想像で描かれて科学的な、 考察が不十分で、高等無形な作品が少なからずあったが、ロケット工学者として、当時第一線で活躍していた著者の面目や駆除で、細部に至るまで、科学的な考察がされていた。ありがとうございます。